おー今の下からの角度めっちゃ似てる。おおおおマジで夜の方が似てるんだけど。FPS 歴20年ですか、コールオブデューティー、ヘイローとかやってプロシーンでも一応やってきたんですけど、格ゲーの方はマジで1ミリも1回も触ったことないかな。多分今日はねキャラクリで終わる気がします。まあ僕が好きな、なんだろう、やっぱボディービルダー、フィジーカーといえば、まあ、やっぱアーノルド・シュワツネッカー、アーノルドはやっぱ好きですね。ジェレミー・ブレンディア、まあ、王道なジェフ・セイドとか、あ、サディークも好きですけど、そうだね、まあ、アーノルドを目指そうか。全盛期のアーノルドにしよう。あの時代のボディービルダーは本当ね綺麗なんだよな。なんかこう彫刻っぽいような体をしてるから、一旦じゃあこれ選んでここから調整していこうか。僧帽筋、胸部、え待って、すげえじゃんこれ。当時のあのボディービルダーはそこまで肩は、まあ、でかいけど横に張り出すような感じじゃないんだよな。いやでもポージング、アーノルドがポージングしてるときは割と横から見るとこれが、これは、いやごめん、これが言い過ぎか。でもこれぐらい強かったんだよな。なんか大胸筋って、シュワルツネッカーだと特にこう、胸筋、胸がすごいつき始めると乳首が下に向くはずなんだけど、もうちょっと下向いてほしいな、これ。乳首の位置変えられないのかな？変えられないか？ダメか？アーノルドはこう、上がでかすぎて、下がちょっと足らなく見えるぐらいな感じなんだよね。別に下が小さいわけじゃないんだけど。カーフも遺伝による大きさがかなり左右すると言われてますが。おー、いいっすね。いいっすね。肌、肌、あと肌。あー、メタリック。あ、でもなんかメタリックにした方がコンテストっぽい感じはあるね。で、これでツヤを出したら。あ、近い。いや、ちょっと出すぎだな。もうちょっと下げる。いいぞ。なんかコンテストカラーになってきた。あー、近いぞ。塗ってるっぽいね、これ。これコンテストっぽいね。なんか背中と前で、だいぶ塗りの加減が違うんだけど。背中濡れてないんだけど、全然。ああ、近い。かなり近くなった。待って、でもこれ配信とさ、見てる色が違うかもしれないな。いけてるこれ。44番。はい、44番採用です。ボディービルコンテストみたいになってきたね。であと顔だよな。いや、体だと一旦これでいっか。映画時代じゃなくて、ビルダーの全盛期のシュワルツネッカーにしよう。こういうのは、特徴ある部分をガツッと上げた方が多分近くなんで。おお今んところ、ビルダー時代のアーノルドより、どっちかっていうと映画の時のアーノルドの方が近いな。おおおちょっと待って。え、マジ似てないじゃんね。結構似てる気がしてきた。どの髪がいいかな。でもビルダー時代はね、結構長めなんだよね、アーノルド。あー、なんか、あー、もうちょっといい。あ、これ映画、どの時だっけ、なんかの映画の時こんな髪型だったな。あ、なんか人間っぽくなってきたね。耳の長、ちょっと長すぎる感じするな、今。奥行き。おお、いや結構似てる。結構似てるでしょこれ。頑張ったよね、だいぶ。まあ、もちろんまだまだなところはあるけど。おお、待って、アーノルドや。かなり遠くから見ればだいぶアーノルドや。あ、後ろ姿アーノルドや、本当に。おお、今の下からの角度めっちゃ似てる。めっちゃ似てるやん、この角度。え、後ろが異常に似てるかもしれん。あ、そうだ、こいつはボッシュ、同じコースの練習生だ。ほら、後ろの筋肉めっちゃ似てるよこれ。これちょ、あれ、服脱げる？あ、脱げる、脱いだ方がいいよ。これ脱ごう。パンイチでもういいよね。足もういいよ。あ、ちょうど未来から来たばっかりですよ、じゃあね、これ。未来から送り込まれてきた直後ですみたいな。あ、これちょっと自分に合う体型の男を見つけないと。もう服をよこせって言わないと。これ服をよこせ、着てる服を脱げ。ほら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 、
これポージングできる？あ、写真撮られちゃってる。今どうか。そのポーズは。そのポーズは。悲しそうな顔してる。あ、めっちゃ悲しそうな顔してる。この状態でパンチはできないのか。Get out! Get out! これ奪えないの？ Get out! って言って奪えない？ダメか、奪えないんだ。やる必要ないやろ、アーノルドは。いい筋肉やな、マジで完璧やで。バランスちょっと機械なんで、こっちはミルクスタイル、こういうことか。あー、やだーやだー、違う。あー、いきなりやるんや。やだいや違う、こんなの、こういうのじゃない、やりたいの。ライジング。おお。あ、ごめん、ちょっと待って、違うんです。じゃ、殴ろうと思ったわけじゃなくて、今のちょっと技を試し打ちしてただけなんだけど。え、ガードだと？え、ガードしてくる。なんだこいつ。え、ガードしてくるぞ。あ、違う、話しかけるやった。ごめん、話しかける人やった。ほら、夜の方がかっこよくない？筋肉かなり似てる。おおおお、マジで夜の方が似てるんだけど。え、なんだこいつ。え、お、人じゃないの来たんだから。なんだこいつ。え、雑魚。クソ雑魚い。やっぱこれスカイネットの影響が、もうスカイネットにもうこの星はやられてるんじゃないか、これ。ちょっと、いや、あ、殺すせよやん、ここ。ちょっと、あ、え、時代変わってないか。ちょっと似合いすぎている。え、ライオンとやるの、もしかして。それだよ。あ、違うのか、さすがに。みんな意外と、みんな意外とシンプルな感じにしてくるんだな。身長もちょっと高くしてもいいかな、うん、あ、ここでやるんや。ちょっと光って見づらいな。でもこれ技とかどうなるんだ、キャラの。で、こいつリーチだけ。リーチが長いぞこいつ。おい、第一章です、アーノルド第一章。ちょっとおまけモード的な感じやな。なんかすごい乗る。あんま関わりたくないな、この辺は。よし、じゃあ今日はこの辺にしときますかね。なんかザコシじゃねこれ。これザコシでしょ。え、なんでスクミズなん、そしてっけ。これ夢の共演よ、スクミズザコシとビルダー時代のアーノルド・シュワルツェネッガー。誰も想像したことがないこの組み合わせ。日米。あれ、早い早い、スクミズザコシ早い。スクショチャンスですよ。こんな、なかなか見れないですよ、これ。え、待って、変なのいる。なんだお前は。チキンレッグだ、チキンレッグ。でもあんま高すぎるとは、シュワルツネッガーから離れちゃうから、ちょっとでかくなりすぎたかな。まあでもこれぐらいやった方が迫力があるか。よし、お疲れ様でした。いや、キャラメイクが面白かったな。ちょっと、配信切って、スクショ撮ってくるわ。